おかげさまで都市伝説の方でも82万人ぐらいですかね、うん、で、超えちゃうのに81万人ということで100万人を超えてるインフルエンサーが僕ついてるんですけど、やっぱどこまで行ってもワンピースのおかげだし、都市伝説や東亜くんがいてくれてるおかげで僕はそのインフルエンス力があるので、ちゃんと自分一人でもそこそこ影響力を持って、ちゃんと好きなことを発信できるぐらいまでにはなっていきたいなっていうふうに思ってるんですね。なので、こうやって Vlog でですね、僕のやりたいことをやっていきながら、ちゃんと影響力をつけていけるようになっていきたいっていうのが目的なんです。はいはいはい。そのためにちょっと皆さんに宣言したいというか約束したいのは、こうやって Vlog、実はですね、来年の4月23日で1周年なんですけど、そうですね。まあ、まだ半年ぐらいあるんですけども、うんうん、まあ、その1年を迎えるまでに、まあ、2年目に突入するまでに、チャンネル登録者数1000万人を目指します。1000万はきつい。きつい。え？もう優作さんも、ああ、開けたい。言うんだったらちゃんと言って。きついですよ、そりゃ。地道に、まず近い目標、ありますか？じゃあ、10万人で。じゃあっていうのよくない。違う違う、10万人が少なく今聞こえたのは、はい、僕が1000万って言っちゃったからだって、はい、そうですよ。ただ普通に考えて銀の盾をもらえる一つの区切りなんですよね、はい、そう、10万人いったら Google さん、まあ、YouTube さんから銀の盾をもらえるってことは、10万人までいけば一般的に成功してる YouTuber だと思うんですよ、うん、ね、一発 YouTuber って名乗ってもいいと思うんですよ。だからそれをちゃんと Vlog のこのみんなのこの力だけでいきたいんだな。そう、だから、うん、ちょっと行かせてもらわれへんやろうか。ちょっと今普段見てて、ちょっと最近なんか音楽の方ばっかり頑張ってんじゃないのとか、ちょっと都市伝説とかワンピース聞きたいよっていう人もいると思うんだけど、ちょっとここは僕をね、先行投資だと信じて、ポツッとチャンネル登録してもらえませんか。なるほど、ポツッとしてもらわれへんかな。皆さんちょっとぜひチャンネル登録者ちょっとお願いいたしますということで、決意表明の動画になりました。いかがでしたか今日は。いや、更新頻度に関してはどうなんですか。あ、そうだそうだ、それも言わなきゃいけなかったんだ。今は月水土っていうふうに週に3日を目標にやってるんだけども、これやめます。おお、どうなるんですか。なんでかって言ったら、うんうん、これこの日にコラボした動画はこの日に出したい時になんか調整するのめんどくさいやん、はいはいはい、だからもう月水土って言わへん、もう更新してる時にする。なるほど、これでいいでしょ、うんうんうん、週3程度もうどっか分からんけどする。だから連続するかもしらんし、開くかもしらんし、それはもう神のみぞ知る。まあ、だから更新する時間はもう固定でいいんやけども、19時、19時ですね、はい、にするんだけども、はい、曜日はもう知らん。週4の時もあるし、週1とか2の時もごめんなさいあります、うん、ということですよね。っていうふうにやっていきたいというふうに思っています。はい、これあと大丈夫、企画とか募集者大丈夫企画なんだけど、はい、何も僕がやりたいことばっかりがみんなが見たいものとは限らないから、企画を募集したいんですよね。もしかしてコメント欄にこんな小焼きが見たい、こんな小焼きみょんのなんか組み合わせが見たいと か、うんうん、か僕のこのお部屋でゆるく撮っていこうかなと思うんで、なるべくね、ちょっと僕もあの外にばっかり行けるわけじゃないから、お部屋で撮れる企画中心がいいんでね。例えば、うん、質問コーナーとかでもいいし、はい、恋愛相談とか仕事相談みたいなやつももちろんいいし、ま、みんな任せるとそれはね。で、スタッフで会議して決めてやっていくんで、ぜひ今日のコメント欄にやってほしい企画を書いてほしいです。うんうん、うん、ね、はい、来年の4月23日までに10万人行かせたいと思ってますんで、たくさんのほど登録のほど僕にチャンスをください。無事10万人まで行けたらね、ちょっとめちゃくちゃ大きいことやってやろうと思ってるんで、ちょっとお願いいたします。皆さんね、なんかダマ犬の活動のね、ゆるい報告ができたりとかさ、はい、いろんなことが Vlog でできるから、それもやっぱね、チャンネル登録者が多い方ができることがやっぱ広まるので、ぜひね、皆さん拡散登録の報告のようですけど、よろしくお願いいたします。ということで、はい、ということで、はい。